強い。お疲れ様です。またデートですよ、はい、視聴者の皆さん。今日はみどりちゃんと、はい、ついにホテルデートんマリオットタワースイートルーム50万円ホテルデート、イエーイあ、いいよ、いいの、スイートルームだと泊まってもいい、50万円個人的に泊まらせていただきます。俺も一緒のベッドで寝れるの？それ、いや、あのお値段だけ出していただいて俺は泊まれるの？はい、俺廊下、はいふざけんだよね風呂あるんかな、まあ、風呂あるかな、それは、はい、皆さん、今日はですね、まあ、あんまり俺はいい日じゃないんですけど、はい、あのまあチョコレートもらったんですよ、今日はバレンタインか。バレンタインだし、ね、2月 ?2月の14。あんまりそういうの俺ちょっと疎いもんであれだけど。はい、で、まあ3月の12日。でもこれちょっとまあ今日企画会議の時に、まあホワイトデーどうするんですかと。はい。まあ知らんって言って。緑。はい。お前がマネージャーなんだから買ってこいと。はい。なんて言ったお前。俺はじゃあ買ってきてよって。お前俺のマネージャーなんだから買ってきてよって。みんなの分って言ったら何て言った？貴重な愛が。言ってたよね。なくなっちゃうんじゃないですかって。俺はでも視聴者の皆さん、はい、名回答で答えたんだけど、それね、はい、それ何っていうと、い違うよって、俺は一軒一軒塗装もお客さんに幸せにしたいと、はい、だから俺はでもスタッフを入れたことで、まあ確かに昔お客さんに来いって社長が来いって言われたこと、ちっちゃい会社の時よくあったけど、はい、でもそれは違いますよと、まあ確かに俺は社員を幸せにして成長させることで、お客様に、より多くのお客様により良いものを提供できる経営者っていう自負っていうか、まあ少しずつだけどね、はい、まだまだ道半ばだけど、はい、だから緑にも、まあ、それは俺は社長だと、はい、まあ、一応これでもまあ忙しい、まあまあ忙しい人だと、はい、うん、だからお前が、俺がスタッフを雇って、あなたは俺のマネージャー専属について俺のものを用意するということは、俺は直接買いに行かなくても気持ちが入っていることですよと、はい、いう、なんかあれだろ、言い訳みたいなこと言ったの俺でも名言だな、はい、あ、これまた使おうと思った自分で言うのも言ったけど、はい、これ名言集いいなで、まあ、そういう人になってくるっていうね、はい、視聴者で経営者になったりとか、これから個人事業主になって従業員が1人しかいない、2人しかいないって、自分でやった方がいいっていうのもあるけど、確かに、じゃあ自分のその技術をより下に継承して、まあ、10から10はないからね、伝承っていうのは。でも7、86、7と5まで教えたら、あとは主張りの理で離れて独自性を出して、さらに10から15になる人もいるね。でも 100% 一緒のものはコピーだったら絶対7割しか真似で、はい、で所詮模造品だろう、絵でも何でも、メリカイドじゃなくて、もうまさにそうじゃない。俺なんか適当だけど、うちの営業マン、現場管理マンなんか、ランナーか、はい、アドバイザーとプランナーだよな、はい、めちゃくちゃいいもの提供しようよな、はい、ぶっちゃけ本当に、はい、俺はあれだけのレベルのものを提供できてないと思うよ。お客さんとはすごい仲良くなるスキルはあるけどね、はい、仲良くなるから、まあ、まあ、いやいやいいやと思って、お客さんにいつも電話して、今日は足場の職人行くもんでお願いしますとか行っててくださいって言って、あそこの隣の近所のちょっとあそこ危ないんで、お客さん行っててもらっていいですかとか言って、もうそんなレベルだよ俺。だって俺だって現場もその時出ながらの営業だろ、足場なんか自分で組んどったぐらいだな。ああ、ちょっと今日の企画の説明するの忘れた、視聴者の皆さん。ごめんなさいね。はい、あので、まあ、ホワイトデーなんで、買ったらどうですかっていう話の流れの中から、はい、まあ、じゃあ今日一緒に行こうかってなったんだな。今から、高島屋に買いに行こうと思ってます。はい。うん、高島屋って言ったら名古屋の、名古屋だな。名古屋駅目の前にある、イケてるデパートみたいな感じだろ。そうですね。本当に実際にさ、やっぱ職人とかって、俺らもそうだけど、まあ、俺もずっと職人やってきたから、女と免疫がねえんだわ。うん、こうやってやっとるもんね、女慣れしてるような気がするけど、はい、どっちかっていうと職人の方だし、声はでかいもんで、うん、その同世代の男の子たちにも、あいつは何でも言えるみたいなタイプ、見えられがちやん。はい。がっつり言えるみたいな。だから仕事では、わーってもう、やめろよなーとか言ってお互いに言えるから、はい、そういうのって言えるけど、女性免疫ゼロなんだよね。うん、まあ俺はもう43年ちょっと違うと思うんだけど、はい、そうなると職人さんとか、そういう若い子たちってさ、まあお相手でのお返しとか、なんなら別に今もらってなくてもあげる時代でしょ。バレンタインにもらったもののお返ししかしちゃダメだったでしょ、俺の時代は。今ホワイトデーに告白とか、ホワイトデーに何かプレゼントするっていうのでしょ。
お前そろばん屋のババアかお前は。うんと、そろばん屋かお前、俺んちの近所のお前。カツケン、そろばんでローラースケートしたかいって。どういうことですか。そろばんでローラースケートしたらいつも生まれた。お前でそれあるじゃん、でも女性が、あこれあこういうの好きってこと言ってたでしょ、お前この間大福買った時に、はい、これすごい女性が人気なんですよとかあったでしょ。ああ、はい、でそういう人気、こういうのが送られたら嬉しいっていうのは、まあ、単純に純粋に、はい、まあ、買ってきて、ちょっと多めに買ってきて、はい、では行って、まあ、前提のスタッフオールで結構な女性スタッフだけでも結構な数になるじゃん、はい、うん、なのでまあちょっと買ってって、もう全種類バラバラにして、はい、うん、みんなにね10種類20種類、まあ、多分サムネにはバーンってなってると思うので、まあ、視聴者は分かると思うんですけど、はい、うん、選んでもらえると、はい、いいじゃないでしょうか、はい、やばいです。はい、中継員だったの。ここ、大谷ちゃん、経営どうなのか、うん、無事経営どうなの、これ怒っとるぞ、怒っとるな、積極労使とんな、よし、ただいま戻りました。ケーキいっぱい買っていいだよ、2万円分買っていいだよ、あ2万円分買っていいだよ、2万円分、ほんとほんと、めっちゃすごい、あのホワイトデーのお返し、あ、そういうことですか、うん、高島でめっちゃいいやつばっか買っていいだよ、マジですか、うん、映えるやつは1日とか2回なんですよ、ちょっと全部出しちゃって、やばそれだけ、それだけかけてんだ、あの他の店舗、それ以外は全部、ありがとうございます。でも、こちらで今日中に来れないのかしら、おお、やば、やば、めっちゃ嬉しい、これをさ、おお、全部バーってあげたくね、うわ、なにこれ、プリンみたいな、プリンです、いい感じ、プリン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 、おーこれもいいね、あーすごあ、なんかゼリーみたいなのもある、そうそうそう、やば、これ出していいんかね、ショートケーキ全部出そう、わーわーすごい、あれこれ同じか、あ違うやつだな、これかけちゃいます、あいい、全部開けていいよ、全部出したい、もうこれ今日中に全部食べなかった、今日チートでしょ、チートで毎日チートデーじゃない。すごい。すごい。うまそうでしょ。めっちゃうまそうだ。これ可愛いでしょ。お、可愛い。パワーバカの。どうしよう。最高ですね。いい感じだね。いい感じすぎます。いい感じだよね、マジで。はい。何これめっちゃ可愛い。可愛いでしょ、結構いいのあるでしょ、めっちゃ可愛いです、まあほとんど緑が選んでるよね、あ、そうなんですか、せっかくさ、そこのことでめちゃくちゃ人だもんね、はい、あ、そうなんですか、うん、あ、ホワイトデー近いからですか、そう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 、あー、あれですか、宇宙の模様のやつ、あ、知ってる、え、私それめっちゃ欲しかったんですよ、あ、マジで、あ、すげえ、すげえ、すげえ、まさかの、いや、なんかそういうチョコレートめっちゃ好きなんですよ、うん、なんか柄がすげえチョコレートみたいな、あ、マジ、あ、もうちょうどいいじゃん。今日の企画は、まあ、単純に味はさておき、まあ、味はもうちょっとカメラ止めて美味しく楽しんでもいいし、まあ、ちょっと回してもいいんだけど、はいはい、それよりも何よりもあの職人とかでやっぱ男性があんまり苦手だから、はい、あ、女性がさ、はい、あんなに免疫ないじゃん、現場に女性いないから、あ、職人さんが女性に免疫ないってことですか、そうそうそう、はい、で、なんか感じるでしょ、うちの職人さんってやっぱさ、もう中学校から卒業して、もうそこからずっと職人やってて男と世界におって、あ、確かにその大学生に、大学におる男子に比べたら、まあ、うん、確かにそういう感じ、純粋だよね、そうだよね、うん、なんでちょっと
まあ、どういうのを選んだら女性が喜ぶかなっていうのをちょっと見てほしいなと。すごいですね、アドバイス的な感じで。そうそう、アドバイス的なね。で、熟練アドバイザーもいますんで熟練アドバイザーはガヤが入ってますんで今日は、はい、で、緑ちゃんも含め、緑ちゃんは結構自分のお気に入りとか頼んだと思うんですけど、はい、どれがいいとかありますか。まあ、でも正直その、まあ、もらったら、うん、そんなよっぽど変なものとか、うん、個性的すぎないものとかつらい、うん、気持ちは喜んでくれるっていうか、なんだろう、よっぽど悪人じゃない限り気持ちは喜んでくれると思いますよ。美味しくないものでも。ああ、そういうことね。だから君のために選んだっていう気持ちを伝えることが多分一番大事だよ。ああ、なるほど。何好感度最近上げにくれん。でも多分大体そうじゃない。そうじゃないですか。そう、はい、ちなみにじゃあまあそういう、まあ、気持ちでもまあ好きな人でもまあね、もうそれは分かったと、視聴者の男性も分かってるんだけど、それでも俺はこいつにぶち込んでんだよ、まあそうですよね、っていう思いで、はい、そのさらに1ミリでも2ミリでも足したいわけよ、まあ、それはそうですね。そうなると、まあ、これ今今日高島屋で買っていいって、はい、まあ、みんなね、そこそこお値段もすると思うけど、どういうのが喜ぶのかね、はい、でもやっぱり見た目が可愛いものとかはテンション上がると思います。あ、例えば、私の個人的ですけど、これ私めっちゃ目当たら間違えちゃったもん、ギャラクシー柄っていうか、これ高島屋限定。あ、そうなんですか。チョコレート、たまに恐竜のチョコとかあるじゃないですか。私、うん、ああいうのテンション上がるタイプなんですよ。ああ、そういうこと。なんか変わった形のとか、うん、好きですね。可愛いのももちろん好きですけど。へえー、案外そこだ。でも私これが一番テンション上がる。俺それ買った時にあれ失敗だったなって言ったもんな。人によるとは思います。あ、そう、その恐竜の形とかってなったら、なんか宝石みたいな、なんかあれだよね、ちょっと、はい、で、それパッ、まあ、ちょうど並んでなかったのにさっと買ったんだよな、はい、しまったなって、こっちの方が良かったなって次の店で選んだんだよな、はいはい、女子はマカロンじゃないですか、ちゃう。あ、俺これ俺が選ぶ、俺が買ってきたじゃん、これマカロン。いや、あ、お前買ってきたんですか。買ったのは私ですけど、うん、社長がいいよって。俺なんか良さそうだったな、はい、例えば仕事で同期とか、まあ、はいはい、彼氏じゃない人からだったら。恋愛的に、そう、まあ、向こうが多分好きってことだよね。あ、でまあ、あんまり興味ないというか、ただの知り合いみたいなんだけど、本当は実は、まあ、その人は思いを寄せていたと、うん、ホワイトデーにこれプレゼントし一緒に告白しようかなと思ったら、まあ、それはまあ付き合う期間はこれだけじゃないと思うんだけど、はい、そういう時、うん、それぐらいの距離感の人が持ってくる。それぐらいの距離感だったら、うん、私個人的にですけど、うん、これとかだったら、うん、その場で食べづらいじゃないですか、うん、これだったらなんか一緒に食べれそうじゃないですか。あー、なるほどね。考えておるね。恋愛でスペシャリストや。全然ですよね。本当に付き合えるかもみたいなぐらい仲が良ければ、こういうのとかの方が一緒に食べれるから。あー、なるほどね。一緒に食べれない、その分食べれないから、持って帰るねみたいな感じになるんで、それもいいと思うんですけど、全然これでもめっちゃ嬉しいと思うんですけど。あ、これだとちょっと見せた時に一緒に食べないみたいな感じで。食べやすいっていうか、これもそうですよね。食べパチって食べやすいっていうのは、あ、そう、確かに確かに車の中とかね、ちょっと仕事帰りに渡すときに、そうですね、これもまあ食べにくいですね、まあ、これはスプーンついてるから食べやすいですけど、うん、でも持って帰ってよみたいな感じだよね。でこれだと一緒にちょっと食べんって言って、今日買ってきたんだって軽い感じ ね、一緒に食べれるみたいなのは これとかはするに、ああ、マジだな、それはいい意見だな、はい、あ、逆に緑のやつ聞いてるじゃん、お前いろいろ選んだけど、へえ、どうしたの。プリンとか。あ、プリン、いや、なんか私見た目よりもなんか美味しさ、美味しさ、でもこれ結構可愛いじゃん、これ結構可愛いよな、個人的な好みみたいな、はい、なんか変に新しいものよりかは、これは普通のプリン、これ、あ、まあ、それでもなんか、ね、あ、この辺、はい、でも確かにそれは分かるかも、本当に自分の好きなものをもらうっていうのは嬉しい、あ、単純にね、映えとかうんぬんよりも、はい、あ、なるほど、はい、じゃあちょっと食してみようか。そうですね、もう、まあ、もうおまけ程度でね、まあ、一応締めますんで、はい、おまけでちょっと見ててください。はい、じゃあ今日はちょっと、まあ、どっちかというと、まあ、仮乗りで現場の乗りとかそういう乗りじゃないですけど、まあ、ちょっとまた女性心みたいなところで分かればいいんじゃないでしょうか。はい、はい、チャンネル登録いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、は
はい、私のチャンネルも会社員大谷の日常よろしくお願いします。結構面白いの上がってるし、はい、で足場班もやっておるんだね。足場班が結構プライベート道場足場班、ね、それもおもろいですね。結構そうだね、プライベート的なところで出しておるんだね、はい、なんでぜひ面白いんで応援してあげてください。よろしくお願いします。また見てね。ガチはじゃあ大谷ちゃんでいつも YouTube ありがとうございます。え、はい。いつも YouTube プレゼントするわ。何をですか？ギャラクシー。おお。多分余ってくる。だってこんなの食えるでしょ。これなんか2個かな。好きなもの。そうですね。美味しい。でもこれ甘い方かもしれないです。これブルーベリー。あ、そう。いや、俺別に、まあ、他のもん全部食っちゃったから、うんうんうん、この生地が苦いんですよ。ああ、そういうことな、ね、はい、うん、これ入ってるのが美味しいかな。あ、本当ですか。チョコもあるし、チョコもあるし、うん、チョコは山本さん食べ、入ります、うん、すごいバターが、バターバター、バターです。マジか、あれこのピンクのやつ、ちょっと切って食べてみるよ。じゃあ5切りだったらちょうど、はい、チーズです。まあ、たまにはこれでもいいか。これうまい。あ、本当ですか。これ一番うまいと思う。ちょっと待ってください、ね、いや、ほんとにうまい。 あるな、こういうやつ、なんかいや、これ一番うまい、ほんとにうまい。みかんが、うん、みかんがすげえ。